いただきます。おはようございます。あれ、この世朝ごはん初めて見たかも。で、焼きそばと目玉焼きです。皆さん、さあ今日はついにクレヨンしんちゃん住みの町のシーロー多分最終回です。完結編です。おまけパート2。はい、さて、今やりたいことで、このゲームのどんと目標ってやつがあって、それを全部コンプリートしたいなと思います。そしてもう一個、図鑑もコンプリートしたい。図鑑があとね、魚一匹だけ釣れてなくて、魚一匹ここですね。これをね、釣っていきたいなと思います。今日で全部終わるんでしょうか、わかりません。で、目標なんだけど、ちょっとね、大変なのがなんか残ってて、トロッコは、頑張ったらいける。トロッコレース買うだけなんで、お金がね、トロッコのトロッコレース用のトロッコが6000円なんですよ。お金結構貯めてきましたんで、あとね、ちょっとやればよそいさんのね、お願い聞けば多分貯まるかなと思います。パーツ3つもね、ある程度材料集めてきたんでね、すぐ終わると思うんですけど、こっち、これ川をきれいにってやつが多分やばい。ペットボトルが長靴を5個以上釣り上げろ。4つ釣ってるんで、あと1個じゃんって話なんですけど、終わんのか終わんのかっていうところがあって、それちょっとね、いささかさか不安ですね。これほんとどうなんのかなっていうところで、まあなんとかやっていきますよ。皆さん、僕は頑張ろうと思います。ウィーよし、さてと、さあ、まあ今日も一応水やりとかデイリーのこともやりつつね、進めていきましょうか。さて、じゃあね、いきなりだけど魚釣りから今日はやりたいなと思います。魚釣り見て、山頂の展望台、風が涼しいぞっていう。あれ、何、ダムで沈んでしまったねえ、炭の町の展望台なんでしょうか。恐ろしい。さて、ここですね、滝壺の散策路、多分ここだと思うんですよね、残ってるやつが。で、ここが下なんですけど、ちょっとね、釣りガンガンしていきたいなと思います。これで、とりあえず今日はね、こうやっている魚を全部釣って、そう、ペットボトルもね、ゲットしなきゃいけないので、ペットボトルが長靴がいや、この目標だけはちょっとマジで、俺相当釣りしてんのよ。動画でさ、ほぼカットしてるところも含めて。で、一回転だぞ。カジかー、マジかー。それでも釣れてないってことだから、本当にね、確率がね、低いんだよね。だからちょっとね、泣きながら釣ろうと思います。頑張ろう、しんちゃん。ね、今日は、1時間かける気持ちで、あゆでーす。でかゆでーす。よいしょ。1時間ぐらいかけて釣りをする気持ちで今いますので、頑張ろうと思います。それで、ピッポーって言って、6時間後とか出たらどうしよう。かわいそうとか思ってください。大丈夫です。そんな釣ってないと思います、多分。よし。早く釣れろ。君を見て、ウェイ、あゆでーす。やっぱいい、釣れるのか、ほんとに。うわー、出た、曲がらない赤ヒレタビラー。あー、すげー疲れた。体感1時間超えなんですけど、体感はね、実際は30分もかからんぐらいだった疲れたお、釣れたよ。とっとけたぞ。もう釣ってみた、来たのか、見せてみろ。全種類終わったよ、プリンス。確かに全34種類コンプリートしてやがる。お前すごいな。お前は、僕はこのプリンスを超えた真の魚釣り名人だ。僕の目に狂いはなかったぜ。ありがとう。これからも僕と一緒に魚釣りしようぜ。いや、やったことないけど一緒に。約束だぜ、魚釣り名人しんのすけ。琥珀釣りのプリンス完了。これでサブミッション全部終わったわ。ねえ、もう何もない、サブミッション終わって。あ、何もないのか。いやー、満足したぜ、これで。オッケー。もうね、でも魚とかもう捕まえなくていいわけですよ。虫とかも捕まえるけど。でも、あと、長靴釣らなきゃいけないんだよな。だって、かずこお姉さんにとりあえず報告だけしとこうかな。終わったよ、全部。姉さん。あら、しんのすけさん。あなた。それは、ちょっと見せていただけますか？どや。
全コンプリートっす。バッチリ記録しました。でん。オーケー、全種類の魚が登録されたよ。大曲がらない村にのみ生息するタナゴの仲間だ。で、図鑑完成したよって呼ばせろ。やりましたね。イエイ、全部終わったよ。春先にオスの、背びれが鮮やかな赤に変化して、メスは二枚貝の中に卵を産んで繁殖する。本当にこれいるの、固有種っていう。ねえ、大曲がらない村のやつって。それはホタルもあります。いや、ありがとうございます。よし、20円。おーし、あと90円でいける。よろしくお願いします。図鑑完成したよ。でもお姉さん、なんかある？あ、しんのすけさん、聞いてください。ついに、そう、ついにカズコの図鑑が大完成しました。パチ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 。そうか、しんのすけは代わりに集めてお金もらってる立場だから、これはカズコお姉さんの図鑑なんだね。おう、しんのすけさんには私に発見できなかったもので全て見つけていただき、いや、何も発見できてないやろ、カズコお姉さん。カズコ、大感激です。いや、それほどでも。これは私からの感謝の印です。受け取ってください。ご協力ありがとうございました、しんのすけさん。琥珀超余ってます。カズコの図鑑完成、終わったよ。カズコお姉さんも何も反応しなくなっちゃったよ。はい、ということでこれで、ね、ミッションも一旦全部終わったのかな、ここで。よーし、やることだいぶ終わった。さあ次、これってなんかあんのかな、一旦した図鑑完成させるとかじゃないんだ。さああとはトロッコを全部集める。そしてあれだ、長靴、ペットボトル釣れってやつ。めっちゃ無理ねえ、釣りますか。昔ここのね、釣った記憶はあるんですよ、橋でペットボトルとかを。なんで、あの、今日はね、ちょっとここでひたすらペットボトルを探してまた釣りしようと思います。え、またここからの追い1時間ぐらいってこと？それ気が狂ったら申し訳ございません。これ釣りじゃなくてペット、長靴とかさ、ペットボトル掲示板で売り出してないかな。売り出してないか。それでいいかい。売り出してたらいいんだけどな。モンシロチョウ譲ってくれ、いいよ。どうもあんまないけど。ねえ、186,000超えたお金、これで。お金は欲しいからな。どうも。よし、松茸もちょっともらっとこうか。ねえ。くっそ、ペットボトル売ってねえかな。自分でポイ捨てするか。ねえ。そういうのは良くないです。お、長靴来た。よし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 、ついにこれで長靴コンプリート。熱い、水道橋行くぞ。あとちょっとだ。いやー、ようやく終わりましたよ。なんとか長靴も、ね、結構あの滝壺の散策路でさ、釣りしてたんだけど長靴全然釣れなかったんだよね。だけどやっぱこの曲がらない橋だっけ、あそこだったらね、なんかやっぱね、まあちょっと時間かかったけど釣れたわけだから、あそこで取れるのかな、わかんねえや場所は。さて、おー、白どうした。くし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 、白くし、ワン、アン、アン、キャン、キャン、オッケー。ちょっとお金稼いでこようか。多分金が足りねえんだよな、しばらく。あとは、ある程度稼いだときまだまだ足りないので、うい。いらっしゃい。よし、味噌のに来た。お、体に優しい料理が食べたいわ。なんだろう、優しい料理って。優しいのこれやろ。きりたんぽ。いや、重いか、きりたんぽ。優しいのどれだ？ドン。いや、重いか。これで、優しい。優しい気がするねえ。優しいやつが食べたいわって言って、チキンカレースパ出す。おい、そんなこと俺にはできねえよ。ねえ、優しい味って書いてるから、これにするか。何が食べたい？野菜あんかけラーメン。ラーメンで時点で重いか、ぶっちゃけ。優しいって書いてるから多分いけるねえ。おいしいわ。あ、よかった、おいしいで、はず、間違ってるんですけど、ありがとね。ね、大当たりじゃなかったはずれなんですけど、まあ、ニアミス250円でしょうか。ニアミス250円。よし、ではでは今から行ってきますか。最後のミッションの前に掲示板チェック、掲示チェック。おいーっす、欲しいのないな今回は。
よし。ではではでは行きますか。よし。さあ登録さん、ちょっと作ってパーツとかとか。おお、大変なことか、断捨離カップ負けられないよー。ということで、パーツショップ見てみましょうか。さあこれで6000円超えたので、これ作れます。 M05 断捨離の設計によって全て取り除されたらやばいやつでん。うえーい、きたー M05。 そしてボディとかのやつ買えないんですよ、お金がないんですよ。これ何やったらいない、タービンがないのか、タービンが。でもここもあとお金さえ作れば買えるぐらい素材は集まってるかな。銅鉱石、琥珀、真空管、銅鉱石、10と20で30だからね。なんかあとシャフトだけ足んないのかな、シャフトだけ。あ、タービンか。タービンだけちょっと今、レースで M05 を使って走ってみたいなと思います。断捨離のマシーンだからな、これ。これだったっけな、確か。ね、もらえるの。よし、大ジャンプスカイ。はい、行ってみましょう。え、どれぐらいいいマシーンなんだろうなっていうところを体感したいよねってところあるよね、みんな。で、このマシーンが。断捨離のマシーンだからね。すごい、すごいよ、きっと。ねえ。レッツゴー！うわ、早いぜ、バズ！あ、待って、ブレーキもやべえ、効く。ブレーキもやべえ、効く。おい、めっちゃ強いぞ、これ。飛べよー！おー、ひょーい！飛ぶぞい！とんでもなく飛ぶな、これ。よいしょーい。さあ、今回ね、ベストスコア188なんですけど、それを超えるぐらいのスペックを見せてほしいところではあるわけだけど、ブレーキ性能も加速性能もね、今のところめちゃくちゃ高いですね、これ。ちょっと待って、めちゃくちゃ強いかもしれない、これ。このマシーン、このマシーン、バカ強です、正直言って。やばいです。今ゲームしてる俺が言います。このゲームバカ強です。いつもこのゲームで走ってる俺が言うけど、マジでおかしい、これ。強すぎるかもしれない。ガチでこれ。すげえぞ、これ。今のノーミスじゃん。わかる？みんな。俺がミスしてないの。ちょっと離すだけでスピードが落ち、ちょっと押すだけで加速するんですよね。このマシーン。それってどういうことかわかりますか？バチ強いってことなんですよ、これ。ウェイ！あまりにも強いけど、これ。大丈夫？これ。うい。ゆたくんミスってるの。そう、もうすでに120です。マジで強え。マジで強え。おいおいおい。お考えたやつアホだろっていう。断捨離、お前、このマシン使ってお前負けたんか、しんちゃんに。で、負けようないだろ、これ。どう考えても。アホ強えけど、これ。ゴーゴーゴー。本気で速いけど、おいよ、自己目出しますか、多分ね、今回理論値出しましょう、理論値。さあ現在180、自己ベストが188なんですよね、このステージ。はい、超えました。25秒、残っております。やばいです、なかなか、なかなかに狂ってるな、このステージ。このステージはね、このマシーン200超えそうですね、これ。はい、ドン。だって、そのなんか、わかる？次の、あー、出てこない。間に合ってないもん、復活するのが。ほら、出てこない。出てこない。真珠っていうか、宝石出てこない。ほらほら、早すぎて。201。あまりにも早く出てこなかったもんな、今。しんちゃん、早すぎて。え、マジで早い、このマシーン。チーターだわ、これ。おい、笑いが止まらんだろ、このマシン。おい、もっと早く使いたかったって、こんなの。さあ、とりあえず今ので、こちらトロッコのやつがまた1個終わりましたね。トロッコマシン全部入手しろ、です。あとはね、パーツを全部入手しろということで、お金が稼がなきゃいけないんですよね。お金稼ぐのはね、ま、ひたすら、ロードしていけばいけるので、なんとか稼ぎましょうか。頑張って、ま、みそのい、みその行って、よそいさんにたかるしかできないので、みその行ってよそいさんにたかりましょう。頑張って。好き嫌いが多くて、もう克服したいんだよ。野菜嫌いでもいける料理ってある？カレーだろ。ねえ。野菜だろ。野菜かシチュー。どっちだろ。食べやすい。野菜は、野菜食べるならシチューかカレーだよ。間違いなく。でも俺はシチューを押すよ。
うまいから。大当たり、あ、大当たりです。シチューだったみたい。よかった。ありがとね。よし。こうやって、お金稼ぎます。あ、おやすみなさい。卵ってすべてが詰まってるんだ、わかる。卵俺も好き。卵料理って神なんで、皆さんも卵食べましょう。うまいよな。で、なんすか卵料理って。茶蒸しっすか。茶蒸し俺好きだもんな。確かに。卵料理って俺イメージ出るんだけど、でも茶蒸しに。茶蒸しはうまい。そうだろみんな。大当たりだよ。よし。お金ください。ありがとね。400円。よし。まだ足りない。稼げしんちゃん。こんにちは。パッと食べられる料理が頼むぜ。せっかちだからよ。何がパッと出てくる？そば。魚。焼いただけ。いや、すぐ出てくる料理って何？ファーストフードじゃないの。いや、これも手間暇かかってるだろ。揚げ物だし。はい、ちょって、どんぶり物とか。ねえ。いや、わかんねえ、これ。シンプルな直火焼きだよって。やばね。パッと食べろ、パッと。久しぶりに出すよ。シンプルな料理を。どうよ。こいつも、あ、違ったよ。なんだったんだろう。ファーストフードだったかな、ほんとに。ありがとね。ね、250円、あ、よしよしよし。ニアミスってとこが。だいたいね、ちょっと今やった感じね、今、あっという間にしてるんですよ。時間の進み方を。設定であっという間に。で、右上のね、あの、時間の進みあるじゃん。これがね、2回動いたら人が出てる気がする。2回動いたら。だから今2回動いたって入ると、人がいるはず、いた。うん。結構稼げるね、これで。うん、懐かしい味。懐かしい味っておかみ特製じゃない？ママの味よ、ママの味。俺野菜カレー絶対嫌だけど。ナス入ってるとダメだから。ごめんよ。あ、違うの？え、お母さんの味じゃないのこれ。ありがとね。ニアミス、ニアミスだったか。え、そろそろお金溜まった気がする。うぃーっす。こっちで買うか。ねえ、断捨離カップか。よいしょ。パーツ売ってくださーい。うぃーっす。待て、買いましょうか。バリア、デラックスバリアパーツ、そしてスペシャルビームパーツ、そして最後、1回ダウルドラブレーキパーツ、毎度。よし。さあ、最後の客だ、あんたは。お腹が減ったよー、ご飯が進むくんだよー。ご飯が進むやつか。ご飯が進むやつ。カニクリームコロッケうまいだろ。でもご飯のお供ってことだよね。え、これカニクリームコロッケじゃないの？サブメニューの最高のやつって、もつ焼き丼は俺おすすめしたいよ。これにするか。もつ焼き丼、ご飯進むだろ、もつ焼き丼。なあ、うまいだろ、もつは。カニクリームコロッケはご飯が進む味ってわけでもないもんな。うまいけど。うん、美味しかった。いや、なんか違ったくせえな、これ。ありがとう。足りるのかね。あ、250円、よかった。足りました。ということで、皆様。お疲れ様でした。終わったぜ、これで。ついに。クレヨンしんちゃん、炭の町の城。だいたいやり尽くしました。ただ、最後のミッションがさ、目標、ハテナのところがあるからさ、あれが何なのかってとこだよね。ね、しろ。何だと思う？わかんない？しろ、何見つけたの？ありがとう。よし、よし、アフトゥ。行こうか。かっこいい、この黒いやつ。誰のトロッコだろう。あ、俺のだった。よし。ということで。登録さん。ねえ、登録、登録、登録。これだよ、ウルトラブレーキー。出来上がり。イエイ、毎度ということで、最強のマシンがこれでできた。まあ結局のところやっぱこのバリア。ねえ、このローラーパーツが最強すぎるんで、この3つのパーツだけでいいんですけど、まあ、全部こう購入することができました。いや、マジでこれ、バカ強かった、M05。はい。ということで、見てみましょうか。これで全終わり。ドン。トロッコの目標、全達成。え、ソダの目標、全達成。あ、全達成だった。全部の目標、全達成。終わった。だよ、ついに。え、いっちゃん最後何やったんこれ。あ、すべての目標を達成したんだこれ。やーい、やーい、全コンプリート。
図鑑もうめ、そして目標もうめ、ねえ、たくさんのね思い出がある墨城、ついにやれること全部やり尽くしました。はい、さて前作のねオラダツに続いて今作もやったわけなんですけど、今作は特に俺的には大当たり、大ヒット俺の中の大ヒットでした。めちゃくちゃ面白かったですね。しんちゃんのこの破天荒さと、やっぱこのねゆるい物語だったりとか、本当に前回もうエンディングでも言ったんだけど、マジ映画でした。これは一本の映画でした。本当にそんなね、重厚なストーリーね、面白い体験をさせてくれて、もう感謝しかないです最高に面白かったっすはい、というわけで、この動画のシリーズはこの絵で終わりにしたいと思います。また今後もねいろんなゲームやっていくし、しんちゃんのねまた新作とか出てもねまた遊ぼうと思うから、ぜひともまた見に来てください。はい、それでは皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。ダイダラとしんちゃんのこの冒険ももう終わり、また何かの動画でお会いしましょう。ダイダラでした。おつぽよ、バイバイ。